近年高まる気候変動ですとか、それからサステナビリティへの対応に対して、まあ、エネルギー供給構造が変わってくる、それから企業、それから産業のですね、脱炭素化を進めていくということで、非常にグリーントランスフォーメーションに対するですね、関心、それから取り組みというのが増えてまいっております。我々デロイトトーマツコンサルティングは構想の策定、戦略の策定、それからテクノロジーの実装までエンドトゥエンドでですね、GX の取り組みのご支援をさせていただいております。環境に対する意識は消費者はもちろん全てのステークホルダーが高くなっていると思います。当社では紙おむつや生理用品といった日用品を生産しております。こちらを実際にご利用いただいております消費者の方々に、より環境負荷に少ない商品を選んでいただくにあたっては、具体的な数値の提示というものが必須だと考えました。そこで今回デロイトトーマツコンサルティング様のお力をお借りして、製品別のカーボンフットプリント値を算出できるような取り組みを始めました。新たな取り組みである GHG 排出量の算定の取り組みにおいて、我々としては産業、それから業界、並びに環境、サプライチェーン、テクノロジーなどですね、さまざまな専門家を有しておりますので、そういったものをチーミングして最適なサービスというところを提供させていただいておりました。でその中で特にですね、排出量の算定というところに関しては、 GHG プロトコルやパスファインダー等のですね、外部の規制並びに国内の法規制に対応というところを鑑みながら、GHG 排出量の算定ルールの策定やシステムの導入など、最終的にそれを管理する仕組みの構築までをご支援させていただきました。今回サプライヤー様に資材別の一次データをいただくことができました。これにより精度と鮮度の高いカーボンフットプリント値を算出できるようになりました。これによりまして、どの資材でどのような改善はできるのかといった多くのヒントを得ることができるようになりました。一番頼りになりましたのは、具体的なハウトゥーまで落とし込んで最後まで伴走しきっていただけるところがとても大きな魅力だと思います。また何よりも社員と一緒に悩んでくれる、社員と一緒に考えてくれるといった点が多くのメンバーからの支持を集めた点ではないかと思います。インチャム様との活動を進めていく中で、他の会社様と大きく違うなと感じたところは、お一人お一人がやはり自社並びに社会に対して真剣に取り組まれているというところが一番大きな違いかなというふうに思っておりました。お一人お一人の思いがやはり強いので、当然ながら我々のコンサルタントでですね、ぶつかり合う部分というのは当然あったんですけれども、そういった意識が高いがゆえにですね、変化しよう、変えていこうというのですね、強く思いを持って協力していただけたのかなと思っております。こういった思いがあったので、プロジェクトとしても非常に良い方向に進んでまいったのかなというふうに感じております。気候変動ですとかサステナビリティの領域のような ESG の領域においては、社会全体に大きなインパクトですとかうねりを作っていくことが必要だと考えております。一方でそういった大きなうねりを作るにあたっては、お一人お一人の意識が変わっていくということが非常に重要だということも改めて我々も感じております。今後ともこういったですね、意識の高い社会に対しインパクトを出したいというところ、並びに一人一人の消費者に向かってですね、サービスを提供されているような皆様とですね、社会全体に対して我々自身もですね、貢献できるような、サービスを提供できると嬉しいなというふうに考えております。